はい、どうもマックスルームデラックス、ようこそどうもマックスです。ということで本日もプロスピエスやっていきたいと思います。ということでですね、今回は前回の引き続きということでダルビッシュセレクション70連とあとは契約書を引いていきたいと思います。はい、ということでまず70連ですね。ここでもう本当落合さんがランリーバースもう欲しいんでちょっと引いていきたいと思います。っていうか今までね、10連から60連見てくれた方は分かると思うんですけど、全部 OB S ラン確定のところでね引けてるんで、今回も OB ねなんとか引きたいんですよね。最後じゃあ頼みます、お願いします、頼む頼む、マジで頼む。よし、1、斉藤佑樹、斉藤佑樹の A か。まあ A やったら全然残しとこう。長坂さん。7番目、おぉ、マーティン退団した。けど、ロッテ枠には欲しい。千賀選手、10番目。うわぁ、森西さん。微妙。はい、ということで、ここで契約書を引いていきたいと思います。もうここでね、ほんと、バース選手知ってたら、落合選手はね、多分ミキサーで出したいと思います。さあ、頼むよ。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 ブスイノール。違う。違う。はい、ということで、ミキサーやっていきます。渡辺俊介さんとね、ちょっと悩んだんですけど、ちょっと黒田さんとね、渡辺俊介どうしようかなと思ったんですけど、やっぱ A ランクの渡辺俊介さんをリアタイで使いたいなと思います。ということでね、バース欲しかったな。強いよね、能力。強いんだけど、やっぱ中日純正もやってるっていうことで、落合さん行きます。そう、ロペスも欲しかったよな。はい。ということで、ありがとうございます。すいません。せっかく OB めっちゃ来たのに。くそー。でも初めてこういうセレクトで、ミキサーするの。セレクトミキサー初めてなんだよ。さあ、もう確定です。パリもならんかった。はい、落合さん、ありがとうございます。ということで、本日は以上になります。また来週。